一つ葉楓は、ムクロジカカエデ属の落葉小高木ないし高木。別名、丸葉楓。同じ株に、雄花と両生花が出る、有性同種。古いクロンキスト体系では、楓科に含められている。幹は直立し、樹高は5から10メートルに、幹の直径は30から40センチメートルになる。若い木は、皮目が目立ち、成木の樹皮は、暗灰色で浅く裂ける。若い枝は、紅褐色になり、表面には、淡褐色の圧縮毛を持つ。当芽の鱗片は2対あり、敷石状に並ぶ。鱗片葉はあまり伸長せず、長さ約5ミリメートルで、背面には褐色の縮毛が密生する。葉は、花がつく枝に1対、花のつかない枝に1から4対、対生する。葉身は分裂せず、長さ7から17センチメートル、幅6から12センチメートルの卵状円心型で、先端はお状に尖り、基部は深い心形になり、円には葉状の鋸歯がある。花時までは、葉の両面に細伏毛が生えるが、西洋ではほとんど無毛となる。葉柄は長さ3から5センチメートルあり、花時には軟毛が密生するが、西洋ではほとんど無毛となる。花期は5から6月。葉の展開後に、長さ7から12センチメートルの層状花序が、床枝の先端から直立する。花は単光色で5数性、花序に30から100個つく。花柄は長さ2から5ミリメートル。萼片は5個で、長さは花弁よりやや短い楕円型で、外側に茶褐色の短毛が密生する。花弁は5個で、長さ約2ミリメートルになる、頭皮神経。雄蕊は、雄花、両生花とも8個で、雄花のものが長さ約3ミリメートル、両生花が約2ミリメートルになり、花糸は紅色を帯び、薬は黄色になる。両生花の子房には、赤褐色から淡褐色の軟毛が密生し、花柱は外曲する。花期は8から10月。果実は翼科で、分花の長さは 2.5 から 3.5 センチメートルになる。翼科にははじめ淡褐色の毛が密生するが、後に全体に細毛が残る程度になる。翼科は上向きにつき、翼は鈍角に開く。秋には単光色に紅葉する。日本固有種。本州の秋田県、岩手県以南から紀伊半島東部に分布し、温帯の山地のやや湿り気のある山腹や沢沿いなどに生育する。標高700から1600メートルに見られる。一般に、楓属は葉に手のひら状になる切れ込みがあり、または産出服用になるものが多いが、本種は葉に切れ込みがないことにより、一つ葉楓という。また、葉の様子から別名、丸葉楓ともいう。材は、器具材、装飾用の建築材として利用される。ありがとうございます。